今夜は山大今夜のゲストをご紹介いたしましょう山口大学理事そして副学長でいらっしゃいます松野博さんですよろしくお願いいたします、はい、しお願いしますもう松野先生この番組は三、はい、回目ですそうです、はい、本当に、はい、でもいろんなお話を持ってきてくださって、はい、我々ももう知識の引き出しがずいぶんこうね<あー> <laughs> 増えてきてるんですけれども、はいはい、さて今夜は何を、えー、今日はですね、はい、D X の話をあのしたいと。はい 思います。D X ってよくあの C M だったりいろんなところで耳にしますけど、ねはい、最よく聞きますね。そうですよね。はい、しかしそれは何者なんだということで、えーはいろいろとお話伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。ますさてマソン先生、3回目。あれい 1回目が回目無線 LAN の話無線 LAN の応用この時私の理学部長をしまして研究もしてましたのでその時の研究の話をさせてもらいましたそして2回目が2回目はデータサイエンスですねこれぞまさしくもう今の時代ということでねお話いただきましたあの時はデータサイエンス室長やっていましたのでそれでまああのこの話をしに させてもらいましたなるほどでもそのお話を伺ったことで私たちもなんかこうちょっと身近に感じられるようになりましたので。 先生の存在大きいです。よということで今夜が先ほどからお話出ました DX ということなんですがデジタルなのでデータサイエンスとか無線ンも情報の中の分野の一つですけどデジタルまさに情報でその流れに乗っかって今度は今 DX の話また大学でもちょっとそれに関する仕事をしていますので今日またこうやって3回目来させていただいたということです。 お願いいたします。はい、ところで DX これはデジタルはわかるんですよ。X って何なんですか？はい、デジタル DXD はデジタルですよね。はい、おっしゃってあの X はトランスフォーメーションのです。えー、でそれがまあ一番最初に疑問に思うところなんですけれども、<laughs> はい、実はあの X っていうのは、うん、あの英語で言うあのトランスの意味があってですね。であの僕もあの DX っていうのがはやりだして X の意味を考えて、うん、あの昔からあの触れてたものに改めて気づいたことがあるんですけど、うん、昔あの使ってたの日本製の PC のですね、はい、キーボードの、うん、お下の方に XFER っていうキーがあったの昔の方はあの覚えてる人もいるんじゃないかと思すいやその昔のは分かるんですけど、うん、あそこそんで僕もそんな感じだったんですけど <laughs> あれトランスファー はあ、トランスファーキーキ、はいはい、あとそれとか私あのアマチュア無線ずっとやっていたのでうん、うん、昔の無線機のことをちょっと思い出してみたらつまみのところに「XMIT」って書いてあったなと思って、うん、これ「トランスミット」なんですよ。なのでデジタルトランスフォーメーションを、うん、あの D と トランスフォーメーションだからのトランスのところで「DX」っていうことになってます。でも先生でも気が付いたっていうぐらいですからなかなか我々に分かるわけがない。なんで「DT」じゃないのかっていうふうに思うと思いますけどもこのことはちょっと覚えておいてもらうと <laughs> そうです、ね、い,いりました、はいはい、<laughs> ということで、はい、このそもそも「DX」っていうのは、うん「 どういういことデジタルはまあ,あの分かりやすいですよねはい、はい、じゃあトランスフォーメーションって一体何かって言ったら変革ですね例えば組織を変革するとか、うん、社会を変革するとか、うん、っていうふうなものを総称してトランスフォーメーションの X のところです。はいはい、でデジタルを使って、うんうん、そういういろんなものの変革を起こすと。 はい、いうのが、うん、あのそもそもその DX のの意味になりますそいろいろなものっていうのは具体的にはどういったものがあるんですか、えーえー、とおもうちょっとあの,、X、の意味をあの、はい、その前に話すとですね、はい、えとおそもそもあの D と X だったらどっちの方があのメインなのかっていうと X の方なんですよ。あはいはい そもそも、まあ、あのいろんな組織を効率化するとか、うん、あと私学校に勤めてますから、うん、教育の質を上げるために、うんえっと、何をしていけばいいのか、うん、っていうふうなことをいろいろあのお課題を解決する方法を考えますよね。はい、でその、えっと、課題を見据えて、うん、それを解決するアクションを起こしていくことが、うん、X なんです。 はい、でそもそも世の中とか自分の組織とかそういうものをよくしていこうっていうのは常日頃やらないといけないことだからこれずっとやられてきたことだと思うんですけれども最近はデジタル技術がものすごく進んできたのであこれデジタル使えばちゃんと自分たちの課,の課題をこういうふうにうまく解決できるじゃないかっていうふうな道筋をいろんなところであの 発見,見,れる見つけてこれるようになってきたので、はい、つまりデジタルがすごく世の中を動かしているし役に立つということが分かってきたので、はい、それで課題解決のためにデジタルを道具として使う。うんうんうん はい。っていうのがあのデジタルトランスフォーメーションです。なるほど。先生すごくわかりやすい、ええええ、説明ありがとうございます。逆に言うとですね、はい、もうなんか今世の中で DX 言われると、うん、あのデジタルを使って何かやったっていう風なものばかりがあのまず見せられているので、はい、なるほど。あれを見るともうなんかあのデジタルをやることが DX だと思われてしまうんですけれども、うん、そうじゃなくてそれを使って何をするのかっていうところが大事です。うんうん、なるほどね。 それちょっとでもちょっと身近というか我々でも分かるような例えっていうあ例えばですねあの、えっと、たドローンってありますよねあれもあのデジタル技術の塊なんですよ。よくそのドローンとかで例えばあの農薬をまくとか、はい、それとかあのもみをまいてですね、うん、あの田植えとかをしないで宇宙からもみをまいて効率的にまあ、あの効率的に、うん 米を作るっていうのとかが応用されてるんですけど、あれもあの我々あの目にするのはそのドローンがバーっと飛んで農薬撒いているとかそれとかもみを撒いているとかっていう風なものが見せられますよね。あれ見るとあのこれデジタルなんだって思ってしまうんですけど、本当はそれやる前に例えば農薬を撒くのにもどのくらいのペースであのどのくらいの量を落としていけばいいのかとかですね。 それとか米の場合とかででもあれ米に鉄とかをコーティングするんですよ。うまくある程度一定のところに沈むように。でじゃあ米に鉄をコーティングしていいのかって農学部の先生に聞くとそれ大丈夫だと。米は鉄分が大好きだから農学の知識があってその上でデジタルを使うっていうことなので。 ええ、まずはだからそれぞれの分野のところのエキスパートその知識があってそ,、はい、その上でデジタルを使ってどういうふうに物事を効率的に進めるかっていうのを考えるかすそういうことですね、はい、だから要するに基礎になる研究とかそういったものはしっかり今までどり、はい、いや今まで以上に重ねてそれをうまく活用するということなんですね。 よかったなんかわかりましたよ先生。<laughs> じゃあ,あのまあ、このことを大学ですから、はい、大学ではどんな風にあの今やってらっしゃるのかとかって、ええ、いう話は一曲聞いた後で、はいはい、させていただきたいんですけど、はい、今夜あまあ、いつも二曲お,お持ちいただいてます。はい、最初におかけする曲はないよ最初はえっと山下達郎のライドンタイムをあ,今あのお願いしたいんですけど、はい、これどうしてですか。えっとコロナになりましたよね、うん、で。 それで外国とか全然行けなくなっちゃったんですけど確かにあのこれ20年前にですね、うん、あのそのえっと木村拓哉と柴咲コウがやってた、はい、あの航空会社のドラマがあって20年前であの頃一番僕真面目に研究してた頃なんですけど <laughs> よく外国にも行きました <laughs>、はい、でその航空会社のよく行ってたんですけど、うん、で最近またあのコロナも少しあの緩んでというかうん、うん、少し緩和されてきて。うん またなんか外国に行けるようなこ、うん、最近全然行ってなかったので、はい、また行きたいなと思って <laughs>、うん、あの昔よく行ってたことを思い出してこの曲を選びましたじゃあこの曲を聞いて少し前向いて行きたいところに行ってみようと、はい、ですすね。ですね。どで、はい、ではタイトルコールよろしくお願いします、はい、じゃあ,あの山下達郎ライドンタイムいやもう先生のお話で DX が急に身近に感じるようになりましたじゃあこれをやはり大学ですから 山口大学では、まあどんなふうに学習なさってるんですか？えっとですね、ああえっと大学中はまずはあの教育をするところです。だからあの DX をちゃんと理解して活用できる人を育てるっていうことをまずやらないといけないです。で、えっとその点と、うん、もう一つはあの山口大学自体を DX で組織変革をするというふうなことで今あの。 その2つなんですけど今僕総務の仕事をしてますが、はい、その前2年間の教育の方の仕事をしてましたので、えーはい、えその時にはこの教育 DX の導入の仕事をあの、うん、まあ、えー、結構やってました。で、えー、っと今はあの総務の方なので組織変革の方の方仕事をしていますその今組織変革の仕事というのをこの DX というのと重ねると。 じゃあそちらのの方話えっとまずあの先ほども言いましたけどデジタルはあくまでも道具ですなので組織変革をするためにはその組織の中にどういう課題があるかっていうことを洗い出さないといけないです。でそこに結構手間も時間もかかるしある意味の覚悟もいります。 あの変革するということは今までの仕事とやり方が変わるということなのでそれはもうやるっていうふうなことを大学としてきちんと方針を決めてやっていくということです。でえっとそのためにですねえまあ私この仕事を始めて総務の仕事を始めて1年ちょうど経ったとこなんですけどまず最初にうちの大学で DX 推進チームっていうのを作りました。こここれはですねいい代そこそこぐらいの あの若い人たちにですね、はい、あの大学の中にどういう課題があるのかどういうふうにして解決していったらいいのか、うん、っていうことをまず考えてもらう、はいでえー、それに入る前にあの DX とは何かということを私も話しましたし、はい、あのいろんな、まあ、あの役所からで出ているあの、うん、DX のことがあの定義が書いてあるものとかも見てもらったんです。 その若い人たちにあの一年間活動してもらっていっています。でなんではいそのメンバーの皆さんっていうのは学生ではなくてじゃああの教員あの教員じゃあジムジムジムの若いそうそうそそうですね。じゃ今までのその職員としての仕事って思ってた部分が若干学ばなければならないことっていうのが増えたってことではあるんですか？その若い人たちは学ぶ ことができるたためには増えたと思います、はい、ですけれども、はい、それで無駄が省けたりですねよりその、はい、まあ,あの大学の中のいろんなデータを使ってより高い価値の業務、うん、また高い価値の教育を届けることができれば、うん、それはもうあの大学の組織としてパワーアップすることになりますから、はい、あのそちらを目指して そこに至るまでにはいろいろ手間がかかるだろうけどもそれを実行するとなんで若い人かというと私たちはもうすぐいなくなりますからやっぱり若い人たちが自分たちで考えて自分たちのものとしてやっていただくのがもう20年以上ぐらいまだいる人もいますのでやっぱり若い人たちに考えていってもらいたいということがあってそういうチームを作る。なるほどねはい でえー、とそれもやるながらやはりでも教育という部分でも学生たちにこのことをなさっているわけですよね。教育の方はですね、えっと、まず DX っていうことを身近なものとして捉えてもらうっていうことが学生たちにとっては大事です。でえ特にあの最近よく大学でも PBL ってをやるプロジェクト・ベースト・ラーニングっていいますけど。うんうんうん いろんな社会に出ていって実践的に課題を解決するというふうなことが求められていますがそれを DX をやはり PBL のやり方で教育できないかということで身近な DX の例を拾い出してそれに PBL を当てはめていくと。 うん、いうふうふなことをですね今これはあのうちの,あの教育支援センターの方が中心になって、はい、あの今実施していいるととうことです学生たちですからそれこそ先ほどの職員の皆さんよりもう少し若いわけですよね。はい、やはり彼らの,この受け止め方っていうのは先生からご覧になっていかがですか、えっと、まだですね、うん、えっと今教育プログラムを作っているところなので、うん、あのまだその学生たちの実行はまだしてはいないんですけれども。 例えばまあ,あの身近な例としてはですねそのインターネット結婚式ですねであれなんかもそのお結婚式を成り立たせるための,あの重要な要素があるんですけれども例えばの料理をあの家にその遠隔で参加してる家に送るとかでそれとかやっぱり結婚式場の中もですねあのー えー、ちゃんとその動線をカメラできちんと捉えられるようにカメラを置くとか、うんうん、それとかそれをカメラを動かすリモートで動かす人も先を読んでですねどういうふうに新郎新婦が動くかとかいうふうなことを先を読んであの実,実行していくとかいろんな工夫があります。そこののの部分がやはりの結婚式のエキスパートとしての X で、うんうん の部分になりまでそれを Zoom とかのデジタル技術を使って D の部分ですねやるというまあ結婚式だったら学生も比較的身近な例として受けられるでしょうからそういうふうな例をですね紹介した上でじゃあ自分たちでいろいろじゃあどこに世の中出ていって DX が活用できるような課題があるかっていうのを見つけてきてで自分たちで考えようというふうな教育プログラムを 今、はい、あの教育支援センター考えていると。そう,うですね。はい、これがどんどん世の中に浸透していくと、私たちの生活って今までとはかなりこう変わってきますね。ええ、もうそれはだからあのまあ楽にはなるっていうことがまあ一つの目標でしょうけれども、<laughs> うんうん、やっぱりあの良くなるっていうことですね。うん、新しいまああの価値があの創出、うん、うできると。うん いいうふうなことだとだ思いますあ先ほどおっしゃったもとにあるものは私たちがそれぞれにこうそれを専門家がいろいろと研究して、はいはい、その形にするからこそできるっていうことなんですがって、はいはい、なるとこれからのこう大学もそうですけれども研究者の皆さんのちょっとこうなんて言うんでしょうあの こ,これから変わっってていくくものってもたくさんありますよね研究もやるんだけれどもそちらに合わせた研究っていうかどうなんでしょうえだから研究という面ではですね、うん、まず DX そのものの研究ということになるとデジタルなので、はい、私も情報科学専門ですけれどもデジタルの専門家がいろいろその道具のことを考える。はいはい、だけれどもそもそもさっき見て DX のところは、うん、いろんな分野のところのエキスパートが自分自身でその えっと考えていくっていくととうことのないや活動の中でデジタルをどういうふうに使えるか使うかということですからどの分野の人にとってもです、ね、どの研究している人にとっても自分がやってることにどうやったらデジタルが使えるかっていう花ただしその人たちがプログラムを作る必要はなくて、うん、それい我々情報の人たちに任せてもらえればいい、うんはい、なるほどね でもなんかそう言って考えたらそれぞれの分野のプロフェッショナルはもっともっとプロフェッショナルとしてのなんて言うんでしょうねあの重ねていくそのいろんなことっていうのがこれがが増えていくような気がします、ねはいはい、今それをですねそれ,それするためにあのうちの大学で今取り組んでるのがあのスパークっていう事業をあの3大学で山口大学で山口県立大学と山口学芸大で一緒にあの文系 DX 人材を作ろう。 いいうの今始めてますちなみにどんな感じになる文系 DX 人材って今話した通り例えばさっき研究者のことだったですけれども研究者に通うといろんな人が例えば会社に入っていってそこのマネジメント層に例えばうちの学生とかが就職していったとしますよね。そそうしたらこでのの会社課題について デジタルを使えば効率よくできるっていう風なものが結構あるんじゃないかと思うんですよ。だけどもデジタルが使えるっていうことの鼻が利かないと見過ごしますよね。うん、はい。それを見過ごさない人を作ろう。なるほど。だからデジタルが使えるっていうのはわかるけど、うん、あの自分でプログラムまでは書かなくてもいいです。うんうん、でそれを三大学が共通してやると。でその時に必要なのは、というよりあの。 だいたいマネジメント層に入っていくのはうちの大学でいうと人文とか経済とかまあ国層も国際総合科でもそうかもしれませんけど文系の人が多いのでそういう人たちにあのデジタルのいうを身につけさせるというふうなことです。ななんんかかすごく夢,夢といいいまししょうかこの先が少し明るいそんなはい 印象を、実現。したいですね。ありがとうございます。まだまだ伺いたいところではありますが、そろそろ時間なので。さあ、松野先生というと、やはり、この方々の。曲をお持ちなんだろうなと思ったら、案の定。ええ、ザビートルズ、お好きなんですよね。そうです。あの、中学校の時から。ビートルズ好きで、ほとんどのアルバムも持ってました。まあ、前回も、その前も。はい。全一番最初は、あの、確か、あの。 おーペニレインですね、はい、2>, で2番目が2回目に「ミニマイ・ライフ」これ、はい、あのビートルズはあのリバプールから出ましたけど <laughs>、はい、まあそこの情景を描いたような曲で。今夜はどんな曲を今夜はですねビートルズはあのまあ一人でロンドンでやはり、はい、あのオフィスとかを持って活動してましたけども、うん、あのそこであの「レッド・イット・ビー」のアルバムの中で。うん あの映画もまあ撮ってたんですけど、はい、あのルーフトップのあので、うん、あの演奏してたところのビルですね、うんあの、そこにもちょっと僕はあの行ったことがあるんですけど、はいあの、外国行くのも好きなので、プライベートで、そこで、えー、最後のアルバムで演奏していた、その映画の,、はい、あの主題歌であるレッド・イット・ビー、それをあのお願いします、はい。では、改めましてタイトルコール。はい、あのザ・ビビートトルズレッドイッドイ